アルビアーノはアメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬。主な価値倉は2015年のスワンステークス、フラワーカップ。場名の由来はイタリアのコムーネ、アルビアーノから。2014年3月にフロリダ州で行われたファシグティプトン・ザ・フロリダセールにおいて吉田勝美により40万ドルで落札され、日本へ輸入される。1月5日の新馬戦にて安城。 芝山雄一でデビュー。逃げて直線に向いても余力十分で束を突き放し、新馬勝ちを飾った。続く500万下も逃げ切って連勝。初の重賞挑戦となったフラワーカップでも逃げて2着アースライズに一番新反差をつけてゴールし、無傷の3連勝での重賞初制覇を果たした。NHK マイルカップでは2番手に控え、 直線中ばで満を持たして先頭に立ったが、クラリティスカイに交わされて2着となり、無敗での GI 制覇は果たせなかった。その後は初ダートとなる、関東オークスに出走。単勝1.4倍の断然人気を集めるが、1着、ホワイトフーガから3秒後離された4着に終わり、以後、ダートレースを使われることはなかった。秋は、形成杯オータムハンデキャップで7着となった後、 スワンステークスではこれまでの逃げ戦工作から一転して中段から刺す競馬でボバ相手に重賞2勝目を挙げた。続くマイルチャンピオンシップでもボバの一戦級を相手に5着と検討した。年明け初戦のオーシャンステークスからクリストフルメールに乗り換わった。同レースでは一番人気に押され後方から追い込んだが5着に終わる。高松宮記念ではレコード決着の中、 ビッグアーサーの3着と、構想する。しかし、レース後の疲れが抜けず、予定していたビクトリアマイルは回避することになった。連覇がかかったスワンステイクスで復帰し、安城のアンドレアシュ・シタルケが4コーナーで分かったと思ったと語るほどの手応えで、直線を向くも、ラストは急失速して6着に敗れた。2月18日の京都ヒンバーステイクスでは17着と、大敗。 このレースを最後に現役を引退した。現役引退後はノーザンファーム空港牧場で繁殖品場となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。